平野紫耀英語力に課題あるものの、世界進出への意欲が高まる。日本の人気アイドルグループキングプリンス、キンプリの平野紫耀26歳、がグループを脱退し、世界進出を目指すことが明らかになりました。彼はダンスの実力が高く、天性のリズム感を持っており、笑いも取ることのできるトップクラスのアーティストとして知られています。 一方で、英語力に課題があるとされていますが、流暢な英語の発音を持ち、ドラマでも英語を話す姿が話題となったことから、世界進出への意欲が高まっていると言えるでしょう。キンプリは数多くの人気アーティストを要するジャニーズ事務所において、歌唱力とダンスの実力でトップクラスの人気を誇るグループでした。 特に平野仕様のダンスは評価が高く、最高難度の振り付けをこなす姿には賞賛の声が上がっています。幼い頃からダンスを学び、地元名古屋で男性アイドルユニット、ボイズメンの初期メンバーとして活動していた平野は、ジャニーズ事務所に移籍してからもダンスに情熱を注ぎ続けました。しかし、 彼が今後目指すのは世界進出であり、そのためには英語力を向上させる必要があります。ジャニーズのタレントにとって英語力は世界進出において重要な要素です。日本と異なる文化や言語を持つ外国でファンを笑わせることができるようになることはグローバルな成功につながる一つの鍵となります。英語を身につけるためには、 語学留学や海外の友人との交流などの努力が必要です。先輩アーティストである岩橋玄樹、26歳は、ジャニーズ在籍中から英語の勉強に熱心に取り組み、退場後にアメリカのエージェントと契約するなど、英語力を向上させることで海外展開の足がかりを築きました。 キンプリの他のメンバーも彼の努力に刺激を受け、英会話の学習に取り組んでいるといいます。平野紫耀の英語力はまだ高校生レベルに達していないかもしれませんが、彼の発音はネイティブ並みであり、ドラマ、クロサギでも流暢な英語を話す姿が話題となりました。これは彼が将来の世界進出に向けて努力していることの一つの証と言えるでしょう。 退場する3人が目指す世界進出は困難が伴いますが、平野仕様を含む彼らの意欲は高く、これまでに挫折したアーティストたちとは異なる姿勢を示しています。英語力向上に取り組むことで、彼らはさらなる可能性を広げることができるでしょう。金プリの脱退によってグループの構成が変わることになりましたが、彼らはそれぞれが別々の道を歩むことになります。 平野の仕様を含む3人が世界進出を果たす日が来ることを多くのファンや関係者が期待しています。彼らの新たな挑戦が日本の音楽業界に新たな風を吹き込むことでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。